まあ、あの今度の時に全部の結果が、ね、出ますけど、はい、血液の寄生虫はいません、はい、貧血、赤血球の容積ですね、はい、まあ、37超えててほしいけど、まあ、なんとか38で頑張ってます。白血球の数は6800、はい、まあ、一応ここだから一応正常範囲内ではありますね、はい、黄疸は出てません。それから白血球の分類ですね、はい、6800のうち9000炎症で増える好中球は3600、はい、正常の少なめのところです。がリンパ球がちょっと少ない、はい、1400超えてほしいんですけど、950だからちょっと少ないです、はい、これはやっぱ体調というかね、なんか病気があったりすると下がってきます。はい、だ短球は慢性の炎症で消えますけど、まあ、一応正常です。好酸球がこれが多いんだよね、1600、はい、まあ、1000超えたら多いですわ。で明らかに1600だから明らかに多いと。これは寄生虫アレルギー、それかあと腫瘍、好酸球が絡んだがんです。そういうのがあるかもしれないですね。だ赤血球の数頑張ってますね、795、正常です、はい、で若い赤血球はまあ正常範囲で出てると、はい、血小板はちょっと少ないかなというところですね、はい、それからあとはゼロ、便器は70、うんちはしてない、はい、おしっこが今のところ4回してますね、はい、で50と 23g 食べさせましたね、はい、すいません、はい、じゃあすいません、クロちゃんお願いします。もう一枚リプシートあと1枚、あ、もう1枚ね、はい、そうです、ごめんなさい、こっち、ありがとうございます。すいません。今日はリュックなんだよね。雨だもんね。ごめんなさい。ごめん。雨やだね。あ、降ってますね、雨。細かい。ちょっとあれだったけど、ちょっと今ここで。はい、のちゃん帰りま、見えたら自分から入ってる。上手だね、あなた。そういうところは何でも大丈夫だね。すいません。ありがとうございます。はい、すいません。